今からですね、日曜日新潟11レース第57回新潟記念 G3 の開講をしていただきます。よろしくお願いします。はい、行きましょう。まあね、その新潟記念は芝の 2000m の G3 のハンデ戦ですね。いや、まずね、はい、マイネルファンロンが16、15、15という通過順位から上がり33秒4を使って新潟で差し切るっていうなんか夢にも思わないですね。まあ、あの競馬ブックの見解見ても、控える形で新味を見せたって言ってますけど、もう6歳ですよ。まあ、でも確かに今まで先行する形しか今までこの馬見てなかったから、このね、上がり33秒4は本当驚きましたね。いや、これもいや、ほんまにこのジョッキーじゃなかったら絶対できてない。もし例えば秋山俊樹氏、まあ、秋山俊樹騎手に責任を負うのはちょっと申し訳ないけど、例えば普通一般のジョッキーやったら、もちろん先行性っていうのが前行ってくれっていうのが作戦として出てるわけやから、ゲートで出遅れたとしてもある程度の位置を取りに行きます、絶対、普通のジョッキーやったら。でもそれを、まあ、もちろんこれわざと出遅れたことはないと思うんですけど、でももう出遅れたことで腹くくって何もせんかった前半、それはこの人の凄さやな。この馬がメンバー中最速の上がりで33秒4使うって、いや、もう典型的な重い芝校舎ですから、信じがたいですね。馬ってほんまにすごいなと思う。まあ、ほんとこの日はこのマイネロファンロンと MO にも2頭にシャトルのこの2頭にほんま嫌気さしたわ。もうめっちゃ味方やと思ってた馬がわけのわからんところで来られるからさ。まあ、いったな。まあ、ほんまにそういう成長があるからね。ね、まあ、でも2着の当選スーリアにしても刺す競馬も試してみたかったですし、できるだろうと思っていたっていうので、まあ、マイネロファンロンほどじゃないけど4コーナーまで10番手に進んで、おしまいの足使ってるっていうのは、当選スーリアの、まあ、説明で、まあ、先週の月曜の時も喋りましたけども、早い上がりを要求されると嫌やっていう話はしましたよね。だって前走の函館記念がラップ見ても前傾ラップなんですよ。はい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 、前の方が速いラップなんですよ、はい、それを先行して押し切る、まあ、言ったらキャラクターで言ったらマイネルファンロンと似てるんですよね。うん、スローペース、瞬発力要求されるときついけど、はい、上がりかかる競馬の重い芝を得意にしている2頭のワンツーなんですよ。でその2頭が全く今までと違う追い込みで来るっていう、もう謎の結果で目疑いますけど、まあ、でもそれが結果ですが、すごいですよね。はい、まあ、クラベルはこういう競馬をするっていうのはまあ、分かりますし、よう走ってますよね。まあ、クラベルにしてもあの月曜日の段階の時では上がりどんだけ使えるのか一応ポイントになるけど、まあ、前走で成長を見せてるなという話をしましたよね。まあ、軽ハンデの恩恵はありましたけども、ボボ相手にも、まあね、連続して重賞で3着っていうのは、評価していいんじゃないでしょうか。はい、そうですね、私は4着のヤシャマルから行きましたからね。まあ、前走が前に行き過ぎたことによる敗因やっていう話で、でも今回もね、はい、今回もヤシャマルね、まあ、12、10、10っていう通過順位ですけど、道中ちょっとジョッキー促してたんですよ。いやいや、でも結果見たらもうマイネルファンロンの位置とかも届くわけやから、ためにため取ったら面白かったんちゃうかなと思います。まあ、結果論になりますけどもね。確かに、まあまあ、でも一応この馬でもその重賞ハンデ戦やったら重賞で通用するっていうのは一応示したと言っていいですね。前走はボロ負けしましたけどね。はい、あとラインペック、ね、4コーナーから直線入って直線半ばぐらいではこの馬勝つなと思いましたよね。間違いなく芝の方がいいなっていうのは思いましたね。はい、うん、またいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。川西上新庄さん、ありがとうございます。ありがとうございます。宗野さん、雄星さん、こんばんは。どうもこんばんは。お新潟記念はマイネロファンロの単腹、馬単、馬連、サネプゲートでした。素晴らしいですね。土曜の芝は速くならさそうになったんで、当選スーリアは切らずに正解でした。もうその通りですね。授業料を納めさせて、お納めしますと。3着はヤシャマルなら3連単持っていたのですか、シアトルさん。なるほど。いや、ほんまそうですね。いや、痛いですね。これ3着来てたら3連単何もつくんですか。100万クラスでしょ、こんな。ちゃうんかな。ああ、だってクラベル2番人気やから100万とかいくんちゃう。16、17、12やで。16、17、いや、4800倍。ああ、もう48万か。いや、まあでもそれでも全然すごいですけどね。すごい。なるほどね。
おめでとうございます。いや素晴らしいです、おめでとうございます、ね、うん、まあちょっと全く思ってる展開じゃないですよね、まあ、ただね、うん、マイネルファンロンも当選数理はもう先行馬ですからね、はいはいはい、まあラインベックもまあ、直線半ばでおっと思わせる反応でしたと、まだ良くなってきそうな馬っていう、まあね、これ、うん、あのこれもまあ一応ダート行ったりとかかなり迷う、ね、どこ使うかみたいなのをちょっとあの迷走っていうかなってたことありましたけど、やっぱ芝居うまいなっていう感じですよね。はい、プレシャスブルーもね、まあよう走ってますよね、アンデスとはいえね、うん、ですね、まあこのまま道悪校舎やから雨降る場面があればもう一発あってもっていうのはちょっと思いましたね、うん、あと里野さんのコメント、これポイント、ラスト 200m あたりで止まってしまったってことは1008ベストです。1008ベスト、里野さんは関谷記念を買ったことによってその後ずっとマイル使ってますけど、マイルは忙しいです。なるほど、今回2波論伸ばしてきたけど、その間の1008出てきてくれたらちょっと買いたいなと思います。ディアアメリアコメントがね、今できるだけの精一杯の走りをしてくれました。これはもしかしたらもう終わったかもしれないですね、うん、この川崎氏のコメントがどういう意味を指すかわからないですけど、うん、もしかしたらこのコメント、今できるだけの精一杯というのはもう出がらしなんかなって思ってしまうし、ちょっとわからんですね。あと、パルティアーモ、まあ、結果論で通用せんかったんですよね、はい、重症の強いメンバーを走ったことがこの先に生きてくればと思いますってコメントしてることは、まあ、今回は通用せんかったっていうコメントですよね。ラーゴム、控えて競馬をしてほしいと言われていたと、収まりかけたところで勝ち馬にこすられてしまい、そこで馬が力んでしまった、ゆっくり競馬を覚えさせていかないといけませんと、まあ、ちょっと若さがあるなっていうコメントが出てますね。あとザダル、はい、13着は偉大ですね、うん、ハンデスがあるとはいえ伸びがもう少しでした。その通りですね、ちょっとジョッキーこれ、うん、範囲分かってないような感じの巻き方ですね。そうですね、以上ですね。はい、ありがとうございます、はい、というわけで、丁寧に何とも振り返っていただきました。以上、日曜日新潟、第10日曜日新潟11レース第57回新潟記念の回顧でした。ありがとうございました。